マルピカデベルガンティーニョスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデベルガンティーニョスに属し、コスタダモルテ地域に位置する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は6102人で、ある。住民故障は、マルピ県、か。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.95%。マルピカデベルガンティーニスは、 アコルーニャ県の北西部に位置し、コマルカデベルガンティーニョスに属する。隣接する自治体は、東がカルバージョ、南がポンテセソで、北は大西洋に面している。自治体中心地区は、マルピカデベルガンティーニョス教区のマルピカ地区。マルピカデベルガンティーニョスは、カルバージョ司法管轄区に属す。住民は8の教区の62の地区に居住する。この地について、 最初の記録は13世紀のもので、サンティアゴデ・コンポステーラ大司教の所領として記されている。15世紀には、モンテレー博、サンチョデ・ウジョワが大司教アロンソ2世で本世家から、この地の支配を奪ったとされる。自治体市長は、ガリシア国民党のエドアルド・ホセ・パルガベーが、自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、4、 ガリシア民族主義ブロック 2AIM1 となっている。マルピカでベルガンティーニオースは8の教区に分けられている。フトジは自治体の中心教区。ありがとうございます。